なんか久しぶりだな。うわー、なんかちょっと久しぶりな感じする。俺もえ、そうなの？そうなんですか？最近ちょっと逃げてた、現実から。ていうかもうなんかみんな怖いんだけど、全員怖いからどうすればいいんだろう。みんな怖いんだからって言いながら、なんすかそのチーピンは。チーピン当たんないんだ。チーピンはだってあのまずレイド君の首泣いてないし。あ、まあね、そう、ピンズと554って持ってたわけだからね、うん、さらに56って持ってたらチーピンあんこになっちゃうから。おかしいよね。おー、すげー。確かになんかその泣いてる人の警戒で、うん、隣の人の肺で泣いてないのを見ればいいよって言われたことあります。おい、あー、そうそうそう。で、リーチ来るね。わー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 、リーチ来るね。やばい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 、えいっ、あー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 
ドラドラでやるわね。はい。パワーがんこやが血を持ってたのか。なるほどね。はいはい。うん。まあまあ、大体、思ったけど、よかった。でもこういうのってなんか、スッと入ってこないと、道中結構、あれってなっちゃうんで、あー、スッと入ってきた。あら、スッと言ってもた。スッと言うてる。でも降りれないよ、俺の。これ何持ちだろうね、これ。ギャンソー以外、現物ないもんね。降りれない。こんなのもう、ね。でもめっちゃいい。ここ入っちゃったら俺も止まんないかもしんない。お。ここでよし。もう、この街はいいね。こんな勝ち申したでしょ。リーボンもらいます。マジ勝ち申したと言っている、ね、あ、なんか参道通ってる。いつの間にか。オッケー、なんか俺行けるかも。なんだこれ、行っちゃうかも。え、嘘でしょ。あれ、なんかそれはまだ、これもうやばいかもしんないの。ガチ、どうだこれ、筋ぐらい。ちょっと待って、さすがに心臓止まるって。危ない危ない危ない。なるほどね。三色同順。いいね、高めだ。三色ついとるやっけ。高め。高い。あ、なんでこんなに展望がないんだ。おかしいぞ。ねえ、なんでだろう。全然いい感じだと思ってた。そんなに展望なくないじゃない。いやいやいや、だってリーチ2回してね、振り込んでもないのに。よし、三度目。何だろう、正直。三は嬉しい。あ、ロンです。ローワン切ろうとしなかったです。あ、そう、ローワン、そうなんですよ。ローワン切るか悩んでて。あれ？最初の。なんで三回リーチかけてトーン三曲でこんなに点数なんだ。毎曲リーチかけてるけどな、お前な。ちゃんとリーチ才能だな。リーチドラさんなんだけどな。あれれれれ、赤いね。これ赤いだろ。あ、来た。上がらなきゃ意味ないから。ずんだ本番でして。ちょっと。本番でやります。いやちょっとね。どうなんだ。ちょっと終わった。くいやり直そっか。うん。いやちょっとまあでも普通にミスったわ今のチーム。そうなの。うん、ちょっとぼーっとしてた。甘えた。まあ今寝てねえから。ちょっとしょっぱなだからな。そうね。一回目はまあ。いずれフルチュンって感じはするけど。二人。二人は出るチュンだった。全然出すよチュンなんか。俺次ペキだと思った。これはもう一回ぐらいやります。ちょっと早かった。行きますよ全然。そうですよね。ちょっと一番最初はねウォーミングアップですからね。まあ。いっぱいリーチ。だってレイトさんなんかリーチするだけしてユソが上がって終わっただけじゃないですか。いやー本当クソつまんねえマジで。よかった本番じゃなくて。よし頑張ろう。さすがに目が覚めたなインパチ。うん、え、レイトさんがラスのやつ見るの。まあ悲しいことに。そうですかね。まあね、フェアに行くんなら見た方がいいんちゃうかな。ただの確認ですよ、ただの、うん、あれミスなの。まあミスだと思うんすけど、どうすかね。シャートイツがあるってこと。まあシャートイツかなっ
って思うんすけど、チューンどうすか、うん、あ、これね、これは確かにね、ちょっとシャアかな。ちょっとシャアっすよね、さすがに。ね、チューン押してもまだそんなに上がれそうにないもんね。そうなんすよね。アンウッドを引いて、イスワン引いたらリーチだけど、しかもシャアあれだ、メイカちゃん1枚切ってんだ。そうなんす。あ、そっか、これちょっとシャアの方が。シャーシャー行って、剣杯だらけになったらもう現物のロースを抜くとか。そうっすね。うん。その方が良さそうだな。まあでもいずれ出るんだろうな、このチューン。まあなんかわかんない。でもいや、結構シャーシャー行った後にロースを行ってっていう、やってるうちに結構捨て牌十何枚とかになるから。確かに。うん。意外としのげる可能性はあるよ。うん、チューンは別に短期じゃなくてシャンポンにも普通に当たるもんね。そう、こういうのって多分、この切り出しのリーチで、チューンより EP の方がちょっと通りやすい気がするんだよね。あー、確かに。うん、だからベタ折りするならまずシャーシャーというかローソーとか、うん、行った後の E ピン行ってアンパイ増えなかったらチューンぐらいになるかもしれないけど、これ E ピンとチューンだったらでもどっち打ちます？ E ピン打ちます？これはね、これは多分 E ピンを打つんだよね。うわー、なんだけど、まあまあチューンと E ピンだと当たる確率はちょっとだけ、確率は一緒ぐらいか、一緒ぐらいで打点がチューンの方が高いから E ピン打つって感じかな。まあ何せよ、四巡しのげば結構増えることあるから。まあ確かに。ね、親父に対しては、シャッシャーが良かったね。さすがにシャー。はい。はい。ちょっと。はーい。じゃあもう、この。